品官とは、日本の律令制において、各官司の四等官の体系に属しない官職の総称を指す。中国の律令制にも、品官と呼ばれる官職群は存在するが、この場合、十九本以上の官品に属する全ての官職を指すものであり、日本の品官の名称そのものは、中国のそれに由来しているものの、意味合いが全く違うものである。 日本の品館は組織上はどこかの官司に属しているものの、四等館とは別に専門性の高い職所を有した別局を構成し、かつ官位例において、簡易相当が定められているものである。代表的な品館としては、中塚佐商に属する自重や内記、剣持、行部省に属する判事などが挙げられる。中国の律令制にも別局は存在するものの、館子を統括する。 長官と通番を行う、次官の指揮下に別局を統括する、方眼が置かれているという三般性の原則があり、また剣曲がり性による監督を受けていたが、日本の四党官と品官の間には、そのような関係は存在しなかった。これは、日本の律令制が、小、職、司、領それぞれに、一定の独立性を持たせたこと、加えて、 律令制以前に存在していた独立していた監視を従来の独立性を維持させたまま強引に特定の省の管轄に加えたために生じたとされ、特に朝廷内部の事務一般を管轄した中塚佐省には多くの品館が集中することになった。ありがとうございます。